Welcome to Capitalism That Works. Capitalism That Works, ようこそ。これはグローバルトリーハウスとイエスパコールのコープロダクションです。今日のセッションは、成長力、経済成長はどこから上がってくる？そのテーマについてはちょっと話したいんです。これは面白いんですね。みんな、はいはい、経済成長が欲しい。でも、その経済成長はどこから上がってくるか。ほとんどの方は、いや、これは政策当局で、これは金融政策であるか、財政政策であるか、だからこそ、経済が成長が出てくるということであって。でも、これは実はそうではありません。もちろん、財政政策や金融政策では、短期的には景気循環には影響を与えるんですね。やっぱり不景気になったところでは大型補正予算やって、もちろん一時的には成長が回復するんですけど、でも構造的には成長は財政政策や金融政策はほとんど関係がありません。関係があるところは根本的には国の経済成長の原動力は一つだけです。これは国民の中には起業家の割合、起業家の数が増えると潜在成長率がやっぱり上がっていく。これは数字で申し上げますと、起業家のシェア、アントレプレナーのシェアは国民の中の 1% を押し上げると国の潜在成長力は 0.5% を上がっていくわけなんです。これはほとんどの国、歴史で見るとそういうことであると。そして分析しますと、米国は非常にいいところであって、まあシリコンバレーのことであって、そして米国国民性はもっともっとアントレプレナーには非常に近いわけなんですけど、もう残念ながら最近は日本はまあちょっと中途半端なところにあるわけなんです。面白い、その起業家と潜在成長のその相関で見ると、世界のリーダー、世界の一位の国は、これはイスラエルです。これは考えて非常にちっちゃい国なんですけれども、非常に危険なところにあって、クリエイティブ、イノベーティブじゃないとサバイブできない国、これはイスラエルなんですけれども、だからできれば日本もちょっとイスラエルみたいな国になってほしいんです。本当に起業家、新しいスタートアップと経済成長にはつながっていくか、やっぱりもう一つの観点から非常に分かりやすく説明できるわけなんですけど、これは公用のことです。新しい公用はどこから上がってくるか、これは古い会社である、歴史である会社、あるいはこれは新しいスタートアップ、新しいアントレプレナーであるか。日本で分析しますと、今10年間ではやっぱり5年未満に作ってくれた会社はネットで200万人の雇用を作ってくれたんですけど、そして6年から10年に作ってくれた会社はだいたい50万人の雇用を作ってくれたんです。そして面白くて、11年以上の古い会社は本当にデストラクション、雇用はマイナスということがあったわけなんですけど、だから繰り返しますけれども、間違いなくて新しい雇用のエンジン、新しい雇用の原動力、これは間違いなく、これは起業家と新しいスタートアップであるわけなんです。そして残念ながら新しいスタートアップは日本には比較的には少ないんです。全企業でだいたい毎年 5% ぐらいは新しい企業になるわけなんです。米国はこれは 5% ではなくて、これは 10% であるわけなんです。そしてドイツもだいたい 8% であると。だからよろしくお願いします、日本の新たな起業家、新たなスタートアップでもっと頑張っていただきたいわけなんですけれども、面白いところは起業家の野心は
これはその一つ。でももう一つは、これは知的財産。やっぱりアイディアとかイノベーション、あるいはその、技術開発費。そのことで見ると、実は日本はまだ世界のトップクラスにはやっぱりいるわけなんですけど、でも残念ながら知的財産、ビジネスにつながっていくと、これはやっぱり残念ながら日本の最近の経営者はあまり良くはないということがあるんですけど、一つの例はやっぱりパナソニックとテスラなんですね。ご存知な通りで、今10年間ではテスラはほとんどパナソニックの電池、パナソニックのバッテリーを使ったんですけれども、そしてテスラはマーケティングは非常に得意、非常にセクシーなデザインでやっぱり世界で販売してて、残念ながらパナソニックはつまらないボックスでやっぱり販売しようと思ってて、全然クールジャパンではないわけなんですけれども、でもこれはやっぱり lost opportunity ということも言えると思いますけれども。そして同じ観点であると自動車メーカー、やはりトヨタ対テスラ、間違いなくて世界の舞台ではトヨタはトップクラスのエンジニアリングカンパニー、これは間違いないわけなんですよ。そして実はエコノミストやアナリストはトヨタは大好き、なぜか毎四半期、かっこ最高業務純益が出てくるわけなんですよ。収益力がトヨタはトップ、エンジニア力はトヨタはトップ、逆にテスラは収益力は非常に下手なんですね。ほとんど赤字なんですけれども、でも残念ながら株価で見るとテスラはロケットであって、トヨタはもうほぼほぼ横ばいしかできないというところであると。ところはなぜか、やっぱりエンジニアリング、イノベーション、そういうところではなくて、これは起業家の野心、リーダーシップの夢、本当に新しい成長はどこから上がってくると、どういう夢があると、どういう成長戦略があると、これはテスラさんは非常にうまく、やっぱりやってるんですけど、残念ながらほとんどの日本の企業はこれは特に世界の舞台には非常に下手ではないかということがあるわけなんですけどですね。Good news、 やっぱり安定成長、潜在成長を押し上げるのために企業家が必要があると。日本には知的財産、アイディア、イノベーションパワーがたくさんあるんですけれども、でもまだまだ起業家が少ない。これはこれから随分変わっていくのではないかと思います。なぜか、やっぱりベンチャーキャピタル、資金調達は必要ですね。エントレプレナーはどうやってビジネスやっぱり育っていくか、これはキャピタル、これは資本が必要があるんですけれども、そして日本には今5、6年間ではベンチャーキャピタルのブームになっているわけなんですけど、だからこそこれから間違いなくて日本の未来が明るくなるのではないか、新しいスタートアップ、新しいベンチャー、新しい起業家は出てくると日本の未来が明るくなるわけなんです。Thank you very much. これは Capitalism That Works Global Treehouse と Yespo Call のジョイントプロダクションであると、ぜひ他のセッションもご覧してください。ありがとうございます。